ルバニアファミリーディズニーコス。どの子にしようかな。あれ、留守の子いる。お気に入りのお化けちゃん。この子は推しの子。今回は兄の推し赤ちゃんペアセットアイスクリームのペンギンと私の推しふわふわパレードトレインセットのフェネックにするよ。すでにディズニーに出てきそうな二人。社員のおまけでついてきたヘアゴム。ゲラトニーカラーとリーナベルカラー。この子たち使おう。ダイソーのヘアゴム。このカラーがぴったりだった。セリアピックスクリア。このカラーを使うよ。ゴムを外して。ビーズを外す。ダイソーゴムをパーツに通す。こっちも同様通していく。接着剤で丁寧に留めていくよ。次はランチピックを使う。カッターで折れ目をつけていくよ。カットしてバリを削る。できたチュルンパーツ大好物。次はこのピック。お人形さんのサイズと確認。だいたいこのくらいかな。折れ目をつけてカットする。バリを削って先っぽを丸くする。できたマジカルステッキ。かわちいな。リュックのサイズが合わなかったので結んでカットしていく。もう一度接着して完成した。リボンに両面テープ貼る。一緒にディズニーへ出発。プロメテウス火山綺麗だったね。楽しい思い出いっぱいできた。また行こうね。グッドボタンチャンネル登録よろしく。